このまま朝日を待てば塵になる。てめえの敗因はたった一つだぜ、ディオ。たった一つのシンプルな答えだ。てめえは俺を怒らせた。こちらスピードワゴン財団第2号車、ただいまアルニール通りを北へ移動中。ディオの死体は回収した。繰り返す、ディオの死体は回収した。ディオの肉体は日の出を浴びるまでは生きている。注意せよ、極めて厳重に注意せよ。了解。科教員のりあきは死亡、ヘリコプターにて遺体輸送中。ジャンピエール・ポルナレフは意識不明、1号車が保護し治療中。了解。ところで2号車に質問する。なぜディオの死体とジョセフ・ジョーサーの遺体を同じ車に乗せたのか。まだ終わってないからだ。ディオには貸しているものがある。貸したものはしっかり返してもらわないとな。何のことかわからないが、死体から死体への輸血ってやつはできるのかな。おお、まさかディオの血をジョースターさんのこの干からびた肉体へ。ジョースターさんを生き返らせようというのか。ディオはほんの少し前にジジイの血を吸い取った。ディオの上半身はぶっ飛んでいるが、残っているだけ返してもらう。まだ間に合うとは思わないか。だそうです。聞こえましたか。どうぞ。了解。